例の男と犬だな。おいおい、あのヘナチョコ野郎、あんな子犬から逃げて木を登ったのか。そのようだ。おい、降りてこい。やだね、絶対嫌だ。命が惜しいからな。どうするよ。お座り。すげえ、そんな力があったらクソ野郎どもにやられずに済んだのに。なんか芸をやらせろよ。横にゴロンさせたりとかさ。ダメだ。本当に退屈なやつだな。いいよ、自分でやる。ゴロンだ。自分の尻尾を食えと命令したらその通りにするのか。デーモン、家に帰れ。おい、何するんだよ。楽しみが台無しだ。楽しむのは式でやれ。降りてこい。見ての通り人食い中はもういない。戻ってこないか。来ない。石橋は叩いて渡る主義なんだ。ゲラルト、この道化師はベロベロだぞ。本業の勘が鈍ってないといいが。命を救ってやったんだ。少し分けてくれてもいいんじゃないか。もちろん。さあ飲んでくれ。上等の蜂蜜酒だ。これでお前が一人になりたかった理由が分かったぞ。なあ、いい酒だろ。でも死ぬほど追いかけ回されて、あの煙くじゃらの化け物め、ぴったりの名前をつけたものだ。文字通り火遊びを職業にしてるんだろ。あんな子犬に震え上がるなんてどうなってんだ。奴は怪物だ、デーモンだ。腰抜けてビビり野郎のあんたにとってはそのようだな。待ってくれ、腰抜けじゃない、慎重なだけだ。慎重さが足りない低い男がどんな目に遭うと思う。そうだな、舌を焦がしたりとか。分かっただろ、誤解してたってことが。ほら、あんたの帽子だ。あの子犬から逃げ回ってる間に落としただろう。大事な大事な帽子だ。幸運をもたらすお守りでね。本番では必ず被ることにしてる。いつも通り芸をやるのは諦めた方がいい。じゃあどんな風にやりゃいい。冷静になれ。泥酔してて芸どころかまっすぐ立つことすらできない。そりゃ完全に的外れだ。俺は低い芸人で竹馬乗りじゃない。まっすぐ立つ必要なんてないのさ。一生聞く機会がなさそうだから聞くが、火を飲む芸というのはどうやってやるんだ。ああ、秘密を喋ったらギルドから追放される。弟子になりたいなら別だけどな。半年もあれば覚えられる。半年も時間はないんだ。いいだろう、酒を飲み交わしたいわば義理の兄弟じゃないか。ふざけるな、兄弟でも何でもないに。そんな口を聞いていいのか。よし、教えないならここに置いて帰ってやる。通りがかったイノシシやクマや血に植えた小鹿の胃袋に収まりゃいい。さあよく考えて答えるんだな。これは脅迫だ。技を盗むつもりなんだろう。言うんだ。その特殊な液体を飲むんだ。そうしておけば火を飲んでも火を吹いてもどこも火傷しなくて済む。それだけか。保護する液体があるなら喉をちょっと痛めるだけで誰でも火を吐けるだろう。もうたくさんだ。犬をけしかけられ、蜂蜜をかすめ取られ、侮辱まで受けるとはもう我慢できん。さよならで。別に怒らせるつもりじゃなかった。なんとかしてくれ。今からお前は森の中で見たこと、言ったこと、聞いたことを全て忘れる。脳天を一発叩いてやる。この腰抜けのイカサマシにはそれで十分だろう。必要ない。
式場に戻って客たちに記述を見せるんだ。ああ、イカ様って名前のな。はい、言う通りにします。来るのか。わかったよ、行くよ。仕方ない、式場に戻るか。他に面白い余興があるかもしれないし。落ち着け、俺から離れるなよ。一歩も離れるもんか。この森じゃどの木の陰にも恐ろしい獣が潜んでるんだ。クマ、あれは、あれがクマならお前の息子はトーテンポールだ。隠れろ、節穴野郎。助けてくれ。クマってのはあんたにはイノシシみたいな格好してるのか。目が良くなくてね。それに低い男は自然学者じゃない。だろうな、あんたは。ああ、そういえば聞いてなかったな。名前は何と言うんだ。デビッド・ハッテンボロー。いいか、ハッテンボローの旦那、俺から離れるな。そうすれば何も危険はない。その酒臭い口で火を吐けるように無事式場まで送り届けてやる。行方不明の火吹き男は無事見つかった。自分で言うのもなんだが、仕事したろ。じゃあでも、あの犬は？戻ってこなかったのか？いいえ、戻ってきたわ。でも様子が変なの。どういうわけか我を失ってる。あれじゃ長くは持たんだろう。犬ほおずきか何かを口にしちゃったんだろう。さあさあ皆さん、ご注目。前代未聞の見せ物をその目に焼き付けてください。誰も見たことがない世にも奇妙な火を食う男の登場だ。芸を見ようぜ。生きてた時は一度も目にしたことがなかった。初めてのウィッチャーの依頼をやり遂げたぞ。低い男を見つけ出し、無事に助け出した。少し外すわ。改造人として帽子の儀式で花嫁のそばにいなくちゃ。どうぞシャロン、一人で大丈夫だ。紳士淑女の皆さん、今宵味わった人生の喜びがあまりに強烈だったので、スピーチをすることにしました。ゲラルト、それはまずいわ。まったくもってまずくない。今までずっと庶民のお祭り騒ぎなど真摯にそぐわないと思った。高貴な生まれにもかかわらず豚飼いと付き合おうなどと思う者がいると思うか。もちろん胸の大きな庶民の娘たちを見るのは好きだったし、今でもそうだ。もっと時間があればここの女性たち全員にそれを証明した。庶民の男どもについては話が別だ。全く気に留めたことがない。有能な馬の世話役を雇ってはいたが、言葉を交わすには値しなかった。そう、これから笑ったとしても人は何らかの主義にのっとって生きねばならない。だが今日、この日が全てを変えた。
泥と肥やしにまみれた庶民でも男なのだ。君たちのおかげでそこは分かった。今でも語るに足る者たちではないが、それはいい。君たちに感謝する。そして伝えよう、君たちは皆愛されている。もう真夜中よ、帽子の儀式の時間。まだまだ終わってない。未婚者はみんな帽子の儀式に参加するの。君も未婚だろ、シャイ。真夜中の鐘が鳴り、帽子の儀式の時が来た。若い二人の心にどんな思いが躍動するのか、どんな夢が若き血を巡らせるのか、全額を問わず、またその身分の貴賤を問わず、誰しもが踊りに興じる時が来た。素敵な夫婦に乾杯しよう。きっと時を置かずに赤ちゃんにも、こんな歌なんて騒がないとはせ、楽しく飲めればそれだけでいい。花婿は中止を翌年から、花嫁の尻に敷かれないように、花婿は花婿の尻が本当に自分の花飾り、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 風刺も腰も君のものさ、さあ飲んでいいわ。を掴んだ人が次に結婚するでしょう。なんでこんなことをしたの？ふと思い出したんだよ、兄さんの結婚式でのバカ騒ぎよな。ペンを取らずにいられなかったんだ。手紙を頼めるか？ああ、ありがとう。お前はいいやつだな。クソつまらんがいいやつだ。風習だ。頬をあからめた乙女たちがくるくる踊って、髪はなびき、衣服ははだけ、体は上下に揺れて。もういいだろう。見たか、シャニが花飾りを受け止めた。庶民の迷信では彼女が次に結婚するはずだ。かもな。だがどうでもいい、真夜中を過ぎた、墓所に戻る時間だ。ダメだ、まだ終わってない。ブロジミールは消えたの？ほらな、俺のことを尋ねてる。もう寂しいんだ。ここだよ、愛するチューリップ。踊りながらしたあのキスでクラクラしたよ。凶暴なオス馬の群れでも俺を引き離せないだろう。もう一回してもらうまで。二回だね、君がくれるだけ何度でも。楽しんだみたいね。嬉しいわ。キス、やはりこういう終わり方か。始まりに他ならない結末だ。いいえ、ただの終わり。真夜中を過ぎた、時は来たのよ。うん、そんな些細なことは心配するな。死は俺を取り戻しに来ていない。お祭り騒ぎを続けよう。ゲラルトはどう思うかしら。約束したんでしょ。愛しいシャニー、俺は死人だ。死体に多くを期待してはならん。ブロジミール・フォン・エベル、元いた場所へと戻れ。戻るんだ。口を挟むな。行かせ、頼む、やめろ。され、さもないと俺が連れていく。するとカビ臭い墓が極楽に思えるようになる。選ぶのは。苦しめるな。死なないとは約束する。
何を、どういうこと？彼に何をした？元来た場所へ送り返した。怪我させなかったでしょうね。害虫を始末したまでだ。我慢できないくらい厚かましいやつだったからな。ゲラルトは役目を果たした。だから分かってる。一仕事を終えたらすぐに次の仕事が待ってるんでしょ。どうかな。今回は違うかもしれないぞ。君たちが見つめ合うのを見た。それにたまたま二人が分かち合う過去も知っている。知ってる？どうして？ああ、けなげなシャニーよ。鳥にどうして飛べるか聞くか。重要なのはブロジミール・フォン・エベレックがもう君を悩ませないことだ。もっとここにいたい。だが言い訳はよして、ゲラルト。怒ってないわ。ウィッチャーは仕事に励み道を歩むものよ。私の方はまあこの結婚式に期待しすぎて勘違いしちゃってたのかもね。それはどういう意味だ？いいの、アルドナを探さなきゃ。何しろ改造人だから。ああ、これだ。女を理解し損なった男の顔だ。意味が分かったのか？当然、女は単純だ。問題は男が救いようのないバカだってことだ。ご友人は傷ついた素振りをするだろう。花でも摘んで飲み物を持っていけ。一瞬で立ち直るさ。助言がなくても俺一人でどうにかする。彼女はお前を愛し、お前は彼女を思っている。考えすぎるな。自然に生まれる気持ちに身を委ねろ。それ以上美しい人間の絆はない。アルドナとジョナスのように恋に溺れて一生破棄できない契約に縛られるな。夜を楽しめ、チャンスをつかめ、心のままに。それだけだ。楽しんでこい。